ミラさんもこんにちは。来てくれてありがとう。今夜です。寝た？カミラさん。寝ましたか？あまりコメントしないと思うんですが、作業しながらちょくちょく聞いてます。全然大丈夫。私もちょっと今日作業しつつなのでね、皆様のんびりしていてくださいませ。私ものんびりしています。ヨムリさんもこんにちは。来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。ヨムリさんのいいね、なんとかかんとか。そう、作業をしながらちょっとおしゃべり。今日のね、私の今日夜にねやることが集まってるから、もう昼の間に配信はしちゃおうかなと思って。カメラさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。こんゆです。こんにちは、ゆきちゃんのお時間に来れて嬉しいです。こんゆー、こんゆよ、むりさん。そう、いろいろと今夜は忙しいですよ。今夜は忙しいんですけど、私もしかして準備はできてるのかな。さあ、こんにちは。みんなは今日何してますか？私はぼーっとしてた。ゴロゴロぼーっとしてた。しるべさん、こんにちは。来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。こんゆー、来てくれてありがとう。カメラ入っていいですか？もう全然あの作業の雑談だけど大丈夫ですか？もう全然どうぞ、いつでもどうぞ。今起きました。おはよう、よむりさん。おはよう、おはよう。私はね、真夜中に、まあ、ど深夜に配信してそのまま起きてたんですけど、まあ、その起きてる間にちょっとネットショッピングとかしてた。あつ森をして、あつ森をしてネットショッピングをしてみたいな感じでずっと起きて過ごしていました。そうだ、洗濯機回してからおしゃべりしようと思ってたのに忘れてた。今日はね、ちょっと短めになるかなと思いますよ。いいな。今日天気が割といいからさ、お出かけ日和ですけど、切り抜きってどんな時でも油断できないので、常に入れるならカメラ入りたい。意識高い。すごい。もう全然いつでも大丈夫ですよ。私がね、ちょっとこれはっていう時以外は全然大丈夫ですからね。あ、そう、今日ね、今日の着てる服、あのあんまり着ない星さんの服をなんとか着ようの回なんですけど、これね、これちょっと可愛くないですか？これズボンはね、ショップのアイテムなんだけどさ、何に使おうかなと思ってて、なんかちょっと散らばらしてますけど、すごいあの自分的には割と、あ、この足の形がちょっと気持ち悪くなっちゃうんだよな。正解に近い使い方をしたと思っています。この靴と、あのチャイナのトップスをカジュアルダウンするっていう。ちょっとカジュアル、そう、サイバーチャイナ感。これいいよね。全然多分ね、どのガチャもね、全く関係ないガチャだね。強化水月、金魚、ミラージュ。ミラージュだね。ミラージュ、このガチャなんだっけ、何のチャイナか忘れちゃったけど、チャイナのガチャ、ショップアイテム、これなんだったっけか、なんかサイバーパンクみたいなやつ。これ一個も同じガチャのアイテムじゃないはず、多分。どうしよう、私が覚えてないだけで同じガチャのやつ使ってるかもしれませんが、あ、髪の毛もね、あの雪の妖精のやつだから、本当に一つたりとも、あ、爪金魚だ。爪金魚使っちゃった多分。あ、違う、これユニコーンか、なんだこりゃ。何の爪か分かんないし、あんまり合ってなかった。爪直そうかな。ルリさん来てくれてありがとう。こんにちは。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。ルリさんのいいね、なんとかかんとか。お久しぶりです。来てくれてありがとう。今ね、私の今日のコーデをちょっと見せていました。結構個人的に悪くないんじゃないかと思っているコーデでございますよ。あ、これかわいい。え、プリキュアのポーズに今
これやったんだけど、今可愛かったな。よくわかんない手になってた。これか、これね。ロキさん、アキちゃん、こんにちは。来てくれてありがとう。こんにちは、ユキちゃん。こんゆです。私の星さん、一つもは嘘だったんだっけ。体に、全パーツ一つも同じガチャじゃないコーデを披露しておりました。結構気に入っております、この合わせ。オリシーさんもこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こゆです。コーディネート発表会すごい参考になりました。本当どうですか。とても、こゆー、ゆきさんのコーディ力めちゃくちゃ高い、嬉しい。やった。たまにしかなんかこういう挑戦のやつはやんないから、そう言ってもらえると嬉しいです。これ大丈夫、私だけが可愛いと思ってない。まあいいか、私だけが可愛いと思っててもと思いながら組んでるので、そう言ってくれるととても嬉しい。今ロシャオ変身機見ながら掃除して、してた。あ、そうなの、今見てる途中。ブリシーさんの絵ね。なんとかかんたか、かわいい、やったね。いい感じ、合います。うふふやっぱこのアバターのね、素体がいいんだよなと思うよ。とってもファッションリーダーとして君臨してくれ。でもさ、みんなのさ、あのガチ星さんコーデ見たいよな。見たい、たまに見たい。星4はね、なんかもう何にしてもいい感じになるんよ。星さんでさ、ガチで組んでみましたみたいなファッション何、ファッション誌じゃない私も自分で組んだお気に入りの星さんをまとめてあげたい。似合います、やった。アラトさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こゆです。グロリアスレボリューションでめっちゃテンションが上がってました。ハローワーカーも好きだし、バンボーブチキンだしそのトップスどれやろ、かわいい。これなんだろう、なんの、いつのあれかな。キョンシー、キョンシーじゃないか。どのチャイナ系のやつか忘れちゃったけど、どれだろうね、これ。手が貫いちゃう。真似していいですか、男子にパーツなし全然いいよ、全然いいですよ、同じ格好。あ、でこれはね、ズボンがね、しょっぱなやつだからね。どうかしら。こんにちは、どうも星さんコールあ、アラトさん、そうなんだ。なんかアラトさんさ、この髪型のイメージが、アイコンの髪型のイメージが強くて、今日違ったからさ、なんか、え、この髪型の時から髪色って変わってます。すごい金髪に見えて、今日不思議な気持ちで画面を見ていました。こんにちは、挨拶ありがとう。 X でタグ作って募集したらできそうですね。確かにそれはみんななんか投稿してくれそうだし、いろんな人のセンスが知れて楽しいかも。アメちゃん、おはよう、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。アメちゃんのいいね、なんとかかんとか。ゲンヤさん大好き、ありがとう。今私の全部違うガチャの星さんコーデを披露していました。たまにね、星さんのコーデ組むんだけど、割とこだわってきています。こだわり、髪色同じのはず、見え方変わるよね。うん、だいぶね、明るい金髪に今日見えて。あとやっぱ前髪のありなしで幼さって変わるよなーって改めて思いました、アラトさんを見ていて今日ちょっとなんか幼めな印象でとても良かった。歌丸さん、来てくれてありがとうございます。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。歌丸さんのいいね、なんとかかんとか。あー、流星群ありがとう。チョコ V チョコバナナもありがとう。どうして、袖が目に刺さる。ルリさん、流星群ありがとう。歌丸さん、チョコバナナありがとう。お昼前の配信お疲れ様ですな、ありがとうございます。今日夜にね、やること詰まってるから、ちょっと昼にやっとこうと思いまして。エクランジュシアさんのおそろコーデも好きなので、おそろコーデ写真集、うわ、いいな、いい。あの、私さ、おそろいも好きなんだけど、あのマイナーチェンジみたいな、型は同じだけど色柄が違うとか、
型も全然違うけど色が一緒とか、そういう合わせがすごい好きなの。そういう双子みたいなやつが大好きで、それをやりたいんだよね。そうそうな、楽しいよ。人とコーデするやつも楽しいし、自分一人でコーデするのも楽しいから、いろんな、どうせだったらね、せっかく引いたお洋服、せっかくクローゼットに入っているお洋服、殺さずに生かしてみたいよね。おとかさん、こんにちは。来てくれてありがとう。ひまさんも来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。おとかさんとひまさんのいいね、なんとかかんとか。今日はコーディネートの、ね、話をしてます。このコーデのポイントはね、ごめん延々と喋ってて、そチャイナをちょっとカジュアルダウンさせてる点と、このちょっとだけ出てる、ちょっとだけはみ出てる肌このちょびっと、がっつりじゃなくてちょびっと、でこれ以下だと丈足りなかったのかなってなるし、これ以上だとちょっと出過ぎかもってなる、このラインの腹が好きっていうね。あとこの靴がやっぱりすごい万能ですね。割とどんなコーデでもこの靴のテイストに持っていけるの、この靴履くと。すっごい優秀なブーツだと思う。いいですね、この腹チラ。なんかいい感じに、ほどほどヘルシーな腹チラでお気に入り。この靴は本当に万能。甘いお洋服がちょっと一気に辛めに変わるっていうか、もうね、コーディネートの中心部を持っていってしまうんだ、この靴。取り扱い注意ですよ。この靴とね、ゴツゴツのスニーカーは割とね、世界観をそっちに、足に持っていかれるから、あんまり妙なことすると変これ本当に優秀。目の付けどころがシャープだね。いろいろ着替えの時にあちこち付け替えてみてると可愛かったりするよ。あとこの頭飾りはさ、この衣装の前に着てた、着替える前の衣装でついてたやつなんだけど、ぴったりすぎてこのままにしました。帽子とかいろいろ付け替えてみたんだけど、この強化水月の頭が一番可愛かった。で、私もう一個こだわり、このさ、ミラージュのさ、ピアス、これ、このピアスすごいね。今日コーデに入ってる色を大体ピアスが持ってるの。目の青もそうだし、服のこの水色と紫の感じもそうだし、色を3色ぐらいに収めるっていうのが割とコーディネートの鉄則ですけれど、派手っぽく見えるカラーをまとめてくれるのがこのピアスなんです。これすごい重要なピアス。あと毛の色もね、毛の色も紫入ってるから、そこにも合うかなと。だから毛先が水色のやつと紫のやつで悩んでたの。今日紫と水色が主なカラーだからね。トップスとすごい相性いいので、これもし持ってる方はこの2つのアイテム合わせるだけでかなり統一感が出ると思います。アバターオタクアバター衣装オタクみたい。やっぱ色を合わせるって大事。靴もね、見て、靴にもね、ちょっとホットピンク系だけど、あ、これごめん、上と靴は一緒かも。これ一緒のガチャっぽいな、だから合うのかもしんない。全然違うガチャじゃなかったかもそれ以外だね。あ、上と靴合ってたらそりゃ合うな。なんか柄一緒っぽい風に見える。楽しいな。みんなの星参考で見たい、参考にしたい。自分じゃ浮かばなかった組み合わせとかがね、生まれたりするから、星さん楽しいよ。全然話変わるんですけど、私金木犀の香りがね、めちゃくちゃ好きなの。香水も金木犀だし、ボディソープとかも金木犀使ってて、なんか結構香り物は柑橘系か金木犀かって感じ
なんだけどさ、私の以前ねいただいたウルリスの金木犀、ウルリスっていうあのシャンプーとコンディショナーの金木犀が、え、再販？ウルリス最後の金木犀発売って書いてあるんだけど、ちょっと欲しい。また欲しい金木犀。本当にこのウルリスの金木犀良かったの。ルナちゃんさん、ほらありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。金木犀いい香りで、今近くに、近くにあった。ウルリスのね金木犀が今プロモーションで上がってる。最後なの？本当に？普段ね使ってる香水ね。あ、ときてさん、こんにちは。来てくれてありがとう。今夜です。あ、ロクシタン？私普段使ってる香水ロクシタンのオスマンサスだよ。ハンドクリームは、ハンドクリームとあとネイルオイルがなんだっけ、ワンダーなんちゃらみたいなやつの金木犀なの。じゃあ金木犀すぎかもしれないんですけど、そのぐらい香りとしては大好きです。おはよう、おはよう。なんだっけな、ハンドクリームはね、あのゆまちゃんにもらったやつだったかな。私の好きな香りの話をしていた金木犀の女です。実家の庭にも金木犀生えてて、ちっちゃい頃からね金木犀の香りを嗅ぎながら育ってきたんですけど、なんか邪魔すぎたみたいでさ、木切られちゃってさ、そっからもう金木犀庭に生えないからさ補ってんだ別のところで。え、金木犀いい香りだよね。もうめちゃめちゃ好きな香りです金木犀。すずなちゃん、こんにちは。来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。こんゆ。いや、今日のねコーデをみんなに見せる回と好きな香りの話をしてました。みんな何の香りが好き？香水とかさ、人に結構香り物を送りたくなるんだけど、香り物って本当に好み違うじゃないですか。一回だけね、ものすごい仲いい友達二人に、どこのコスメデコルテじゃなくて、どっかの和風な名前がついたさ香水をあげたの。そしたらこの間、あのその子からすごいいい匂いがして、いい匂いだねって言ったら、それこれさ、これあんたからもらったやつだよ。これめっちゃいい女の匂いになれるんだよねって言って、ワンプッシュ私もつけさせてもらったけど、いい匂いだったってぐらいね、香り難しい。プレゼント、それは喜んでもらえたからよかったけど、好きじゃない香りの時もあるからね。ポー呼び方、私グレープフルーツみたいに、やっぱ柑橘いいよね。柑橘間違いないいい香り。薄いシャボン、あーいいですね、洗剤系の香りね。そこも間違いないかも。私もお花で言うとね、あのあれが好きなの、なんだっけ、出てこない、うんと名前出てこなくなっちゃった。5月ぐらいに咲く花。甘すぎなければ何でも、甘いの苦手か。金木犀と、全然出てこなくなっちゃった、好きな花なのに。ひーくん、こんにちは。来てくれてありがとう。こんゆです。いやね、好きな香りの話してた。石鹸の香り、シャボンってなる。あ、でも伝わるよ。シャボンの泡の匂いでしょ。あきちゃんいね、ありがとう。あきちゃんのちょい遅いね、こんゆ。石鹸ズキリュクシ、挨拶ありがとう。あ、沈丁弦ララ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 ラ沈丁弦。この曲のイメージが強い。スズランの香りいいね。スズラン、スズランはもう花が好き、見た目が好き、可愛すぎる。お花ってずるいよね、あんなにさ可愛いのにさ香りもいいなんて。どうなってますか？ラベンダーも大好き。
あとね、フリージアだ、フリージア、ごめん、やっと出てきた。フリージアの香り好きなんだけど、フリージアって香り強いから香水にするとなんか違うなっていうの多くて、フリージアはね、香水ではまだあんまり運命のフリージアに出会ってない。いいね、スズランもラベンダーも大好き。う、みぞおちに食らってる。あれ、トキテさんにいいね挨拶してない。私、トキテさんのいいね、なんとかかんとか袖貫き。ポンがペインなのでハンニャ潜り大丈夫？顔がハンニャ？お腹痛いの、スズナちゃん。全然いいよ、静かに静かに穏やかにお腹をなんとかして。花さん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、かゆです。ほら、ありがとう。はじめまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛、甘川ゆきと申します。今好きな香りの話をしてました。花さん、何の匂いが好き？フリージア曲しか知らなんだ。フリージアはぜひお花そのものの香りを楽しんでもらいたいので、多分ね、4月から5月ぐらいに咲いてるイメージなんだけど、フリージアっていつ、5月頭ぐらいに咲いてるような、私の実家はそんなぐらいの時期に咲いています。ありがとう、どういたしまして。いいね、ありがとう、こちらこそ。ポンがペインを大事に、本当にお大事に、顔をハンニャにして、顔がハンニャになっちゃうよ。ハヤトさん、ほら、ありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。でも大事に、ご飯食べてくる。アミちゃん、いってらっしゃい。今すっごい麻婆豆腐食べたい私。おにげたやさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。おにげたやさんのいいね、なんとかかんとか。希望の花、繋いだ絆が今僕らの胸の中にあるから、心びを縫い合い強くなれる。そうです、フリージアです。曲も好きだし花も好き。好きな香りのね話してたよ。ジーノさんかな、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。はじめまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛、甘川ゆきと申します。よかったらね、そんなほくろみたいなだけじゃなくて、一緒にお話ししてやってくださいな。止まるんじゃねえぞ。フリージア好きだけど私作品見たことないってね。オルフェンズ、オルフェンズだけ止まるんじゃねえぞって。少ししかいなかったですけど、落ちます、また来ます。ありがとう、来てくれてありがとうね。おとかさん、またよかったら遊びに来てください。またゆです。そう、鉄血のオルフェンズ、オルフェンズね、いいよってすごいおすすめされてるのに見たことない。およさん、ほら、ありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。ネタとして知ってるけど全く本編知らないんだよな。見たらハマりそう、私好きそう、オルフェンズハマるかもしれない。てか大抵の作品、漫画もアニメも大抵の作品に結構感動できるから。あ、やばい、ずっと熱血のオルフェンズだと思ってた。もっとアイアン、もっとアイアンだよ、すずなちゃん。熱血じゃなかったね。アニメか、最近ダンジョン飯が終わってから結局またアニメ見ずになっちゃったから、ただのパッションガンダム。暑苦しそうでいい、とっても。配信してるとアニメ見れなくない？見れない、見れない。でも YouTube は見てる。おかしい。アニメね、本当に見たいなって思ったやつしか見れなくなったね。だからダンジョン飯だけだった、ここ最近で言うと。最初から最後まで追ってたの。 G ガンダムってことかろ？ね、 G ガンダムの G って何？ゴリゴリ？ゴ G って何？ギガ？アイアンって言い方好き。熱じゃなくて鉄だったから。もはや配信と配信のアーカイブしか見てないせいでアニメ全然見とらんの沼。アニメ見るの体力とまた違うよね、いろいろ思う。なんか画面に注視できなくなってきてる気がしてて、ちょっと怖いんだけど。
なんかじっとその作品の中とか画面とかに注目し続けられるのが られる時間が減ってる気がするの。Gガンダムの G ガンダムなの面白すぎない？ガンダムガンダムってこと？ゴリラゴリラじゃない？ガンダムの学名ガンダムガンダムみたいな感じ。いいなあ。あ、ゴッド？あ、ゴッドガンダムなんだ。え、じゃ最上級なの？なんかさ、そういうさやつでさ、こうどんどんグレードアップさせなきゃいけないやつ大変だよね。次ゴッドの上出さなきゃみたいな。もう早々にゴッド出しちゃった、どうしよう、打つ手なしみたいな。いや、ガンダム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 好き。それで行きたい。シアター G ロッソの G と一緒らしい。シアター G ロッソの G は何の G なの？ダンジョン飯に決まったかな。本当に本当に楽しみにしてます。いや、あのダンジョン飯のさ、オーケストラコンサートも行きたいんだよな。めちゃくちゃわかる。アラトさんも注視できなくなってきてる画面に。なんかさ、なんか一個の作品見てても、で YouTube とか見ててもなの、なんか一個見てる時に別のことしたくなって別のとこに行っちゃうんだよね。本当に音としてしか認識できてないんじゃないかって不安になる。オープニングまたバンプがいい。私もそう思う、そう思う。もう最高の布陣でした、ダンジョン飯。いいよな、スリープウォークオーケストラオルケストラ。世界観理解するのも時間かかるし、没入したくてもできなくなってきた。そう、そう、没入が難しくなってきてるのをすごい感じるんだよね。アニメの30分がすごい長く感じる時があって、で1話の途中とかでもいいかなってなっちゃうからさ、まあ、これはもう今本当に見れるもの多いから、手軽に見れるものが多くなりすぎちゃってるから、集中力出ない。困った。まえ姉さん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。まえ姉さんのいいね、なんとかかんとか。はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今ね、なんだろう、映像作品とかの選択肢が増えすぎて一つのことに没入できなくなってきた自分に悲しみを覚えていたところです。インフレしすぎると大変ですね。ねえ、なんかさ、脳みそがあの SNS とかで洪水のようになだれ込んでくる情報に慣れすぎちゃって、多分常にそうやって洪水のように取り込んでないと物足りないって思うようになっちゃってるのかな。刺激物の取りすぎな感じがあるから本当に、うん、大丈夫かなここから先って思う瞬間もあるし、まあ別にそんなに人生長くないし気にしていないところもあるそれありますよね。ね、常に SNS とかで新しい情報に触れてるからさ、刺激に強くなっちゃってるんだろうなって思うよ。こんゆき、挨拶ありがとう。選択肢が増えてるからね、もうサブスク系強いから。今あれ見たいからあっち見に行こう、あれ見たいからあっち見に行こう、これ摂取したいからこっちっていうのができちゃうからさ、困ったね。映像作品が使い捨てのように溢れてるし、簡単に見れるようになったから。そうなんです。私、まあ、これはいい点でもあるけど、その、まあ、素人というかプロとして何か出してるわけじゃないクリエイターさんたちの作品だって見れるようになったから、でそこで宝探しみたいにさ、いろいろ見たりしちゃうじゃない。いろんな人が作ったいろんな作品をいつでも見れる、簡単に。ダメですね、贅沢に慣れていますね我々の脳みそは。でもそれをアウトプットできるから配信者としての糧になりそう。そうね、そういう話題みたいな点としてはすごい尽きないのかなって思う。あたいは頭の中に選別員ゴリラが分けてくれるから、ちょい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 のちょいねなんでここ数分でゴリラがこんなに出てきたんだろう。まえ姉さんゴリラ飼ってるの？脳内にクオリティ高いのが、あー、それすごい思う、それすごい思う。本当に上手くて当たり前、人に見せれるクオリティで当たり前、そうじゃない場合はちょっと淘汰されるというかに
なってきてる節あるよね。もう見せ方が上手ければどうとでもなるんだけど、何するにしても結構技量が必要にな、技量と度胸がないとダメなんだろうなって思う。映像に限らず音楽もそうなの。私は映像作品ももちろん感じることはあるけど、音楽がねすごい消費が激しいのは結構なんか喜ばしい点もあるのかもしれないけど、すごい寂しくてさ、どんどん流行り廃りのスピード上がってないですか？荒廃に向かっていますか？この世、取捨選択難しくなったよね。ゴリラ相棒、これ好きこれ嫌い、マイネーさんゴリラに名前つけた方が絶対もっと可愛いよ。もっと可愛くなる、もっと愛おしくなる。身につまされる話ですねたまにこうやってね口に出しておかないとね、私の中で消費されていなくなっちゃうから、みんなが話聞いてくれて助かるよ。はあ、お名前が難しい虹、クスノキ、アメ、カヌレさん、違う、カユレさん、ん来てくれてありがとう。こゆです、2回目も来てくれてありがとう。今流行り廃りがめちゃめちゃ早くなって寂しいねって話してたよ。音楽の流行り1ヶ月以内で終わります。そうなんだよ、本当にさ、まるでもう昔のものみたいな扱い。名曲はいつまで経ったって名曲だと思うんだけど、早すぎて消費が、消費って言いたくないけど消費が早いんだよな。ちょっと前に流行った曲全然聴かなくなって、そうなので、それにさこう食らいついていくみたいな、配信者の方とか余計そうだと思うけど、あれもまた寂しいで。みちのさん、こよらさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こゆです。こよらさんはじめまして、歌とおしゃべりおでことも山川ゆきと申します。は、みちのさんが入室即コメントしてない、ごタップかな、 お外ですかみつのさん大体入ってきて一言目に話題把握みたいなコメントをするのに、今はですね情報の取捨選択が余計より難しくなってきてるねっていう話をしてました。でもいいものは再度戻ってくる、わかる。で、私の中でもすごくある、なんかこの曲聴かなくなっちゃったな、誰も歌ってないなってやつとかでもね、たまにこう歌いたくなって歌うと、やっぱいい曲、やっぱこう爆発的に流行ったりとかさ、まあそうじゃなくてもいいなと思ったものはいつまでもいいんだなって。それだ、今日からゴリミにしよう名前ついた、マイネさんフォローありがとう、お出かけいってらっしゃい、気をつけてね。くなじはゆりさん、あ、ごめん、ありがとう、教えてくれて、はゆりさん可愛い名前だわ。寂しいですよね。ね、好きなものが、自分はいつまでも好きでいれるよっていう自信があったとしても、なんかその周りの空気に流されちゃったりするよね。これ沢のタバコを懐かしいって言ってる人見て、ってなりますタバコ懐かしい、あれ何年前、あれ何年前なの。で、最近歌ったタバコ7年前だって、7年前なんだ。私タバコ知ったのが最近だったから、余計に不思議な気持ち。7年前って言われたら確かに懐かしいも間違いではない気がする。7年前だって。およさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こゆです。およさんのいいね、なんとかかんとか。およさんさ、枠外でフォローしてくださってましたよね。はじめまして、歌とおしゃべりおでこと眉毛、天川ゆきと申します。来てくれて嬉しい。7年だって。そっちにもびっくり、時の流れ。これ沢さんのタバコで7年前なんだ。え、どうなっちゃうんだ。なんか最近に至ってはさ、何の曲が流行ってるのか分かんなくなってきた。なんか入れ替わりが激しすぎて、何が流行ってんのか全然分かんなくなってきちゃった。ちなみに今は何ですか。
でも懐かしいっていうのはグロリアスレボリューションくらいから言ってほしい。わかる？今日声出るかと思ったもん。さっきね、いらっしゃったアラトさんがね、ギターをこうかき鳴らしながらねおしゃべりしてて、そのふと弾いたメロディーがすごいバンプっぽくて、あ、なんかバンプっぽいな、バンプっぽいと思ったらグロリアスレボリューション始まった時のあのバンプだーな感じ。グロリアスレボリューションって何年前？グロリアスレボリューション、おいえいったな、これどれねしよう、書きも多分なくしちゃったのとこ好き。これ投稿がこれ違うな、後々だもんね。グロリアスレボリューションは YouTube で調べるべきではなかった。ですね、グロリアスレボリューションは7年前のカードに新しいのついていけるかなってなってるから、もうみんな寝てみんな寝ないんだ。2004年です。あ、20年前、グロリアスレボリューション20年前。20 想像を超えてた。なんか私新参かもしれない、新参ではないけど。20、あれは知らない曲なので最新ですね。そうね、もうその考えがいい気がする。さっき知ったから発売日は2024年みたいな、7月21日、発売日はおかしいね。坊ちゃん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。滑舌ベイビーありがとう。滑舌ベイビー、そんな甘い発音してました。私、はやとさん来てくれてありがとうございます。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。はやとさん、さっきフォローしてくださったはやとさんから、はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今あの私の大好きなバンプオブチキンのね、グロリアスレボリューションっていう曲が20年前の曲だっていうことを知って驚愕しています。ステージライトなんでのとこ大好き。ダイナモで十分だろう、呼吸をしてんだ、世の中の隅小さく、こんにちは、よき、バンプはこんなに前から、20年も前からこんな名曲を出していたんですか。ちなみに天体観測は2001年です。23年前です。すごいな、23年前。はあ、こんな昔から活躍してて、今もなおいろんな場面で歌を出してくれてるバンプオブチキンに感謝。はい、23年前です。いい曲だよね、天体観測ね。私バンプのなんだっけな、あ、流星群、ありがとう。わー、ひたすら何か探してる、幸せの定義とか悲しみの置き場とか、生まれたら死ぬまでずっと探してるさ。ルリさん、流星群ありがとう。お腹空いた。ハヤトさん、お昼ご飯何食べる？今日はね、私麻婆豆腐か汁なし担々麺が食べたい気持ち。ないけど家に。アキさん、フォローありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。食べておいで、チャンネルはそのままで。そう、実はリアリティはね、課金をしなくてもバックグラウンド再生ができる。もうお昼だよ、だから中華の服。そうなのかもしれない。なんで私この服を選んだんだろうって思ったけど、もしかしてそうなのかも。そういうこと聞いたか、言うなんとか言うなんとか、なになに、潜在意識ってすごい、その可能性が出てきた。すごい担々麺食べたくなってきた。スシロー行く、いいな。何食べる？スシローで、スシローでお寿司以外に何食べる？寿司以外を聞く。なぜなら寿司はだいたい答えが何種類かありそうだから。かくさん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今ね、自分の知ってる曲が、好きな曲が昔の曲でびっくりみたいな話をしてました。昔じゃない、全然。
こんにちは、天馬ちゃんさん、ほらありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。今ね、あの歌詞のランキングで発売日、曲の発売日見てるんだけど、バンプオブチキンの天体観測が1位なの。歌詞検索1位で23年前、2位がね、アカシアなの。アカシアはね、2020年の曲なの、4年前。すごいよね、もうずっといてくれてる、ずっと最前線を走ってくれてるんだなと思って今感動しているところ。さすがバンプオブチキン。スリープウォーキングオーケストラも3位に入っております。これ2023年です。おにぎりとね、クロワッサンだよ。おにぎりクロワッサン、最近こうツイッターをバーって見てる時に、おにぎりクロワッサンをさ、別に私と本当に全く関係なく、おにぎりクロワッサンを横並びで名前につけていらっしゃる方のポストが流れてきて、他の絵文字もいろいろついてたんだけど、おにぎりクロワッサンの人だって思いました。ちょっとほんのり感動しました。わー、バンプ、バンプの歌詞見てると歌いたくなっちゃう。あれは多分おかころですね。おかころ、おかころって何？だるまさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。だるまさんのいいね、なんとかかんとか、こんにちは。寝た？だるまさん。私は寝ずに今です。歌ってー、元気でスリープウォーキングオーケストラ歌える人ずるい。え、バンプ歌う時だけでいいからさ、バンプ歌う時だけでいいから、なんか低い声の声になりたい。バンプの時以外はまあそんなに別にいいんだけど、元気で歌いたい。少し寝た、よかった、ちょっと寝れたのね。まあ、だるまさん寝て起きた人だから、完全寝起きなら、あるいはうーん、音取れなくなるからな、どうかな。ホロライブのおかゆところでのファン、ああそういうことか、そう、おかころってそういうことか。あ、でもない人です。本当に多分ね、全くそういう界隈の人じゃない方だったの。ちょっと気になってツイッター見に行っちゃったんだけど、おにぎりとクロワッサンだと思って見に行ったんだけど、本当になんかそういう関係じゃない人だった。だから炭水化物の横並びって可愛いんだなって改めて思いました。ニルバーナさん、カマチョさん来てくれてありがとう。こんゆです。ニルバーナさんのいいね、なんとかかんとか、カマチョさんはじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、甘川ゆきと申します。カマチョさんのいいね、なんとかかんとか。自分でギリギリ出るか、そうなの、だるまさんでも出ないの。だるまさん声低いよね。クッチマーズありがとう。こちらこそ、クッチマーズ、そうですか、うん、だった。そう、おかゆさんと、おかゆさん、おかゆちゃんとコロネさんのね、やつはね、確かに見たことある。おにぎりクロワッサンに反応した覚えがある、私。やっぱ可愛い、この並び。こんにちは、お邪魔します。ねえ、かまちょさんは私が今日麻婆豆腐食べたいの知って、その名前なんですか。麻婆春雨、春雨食べたくなってきた。単純にお腹空いてるだけかもしんない。だるまさんで出ないのか、え、びっくりだよね。じゃあ結構無理かもしんない。今自分のね、好きな、私バンボブチキンが大好きなんですけど、元気で歌えなくて、低すぎて。違います、元からです。そうだよね、だって初めましてだものごめん、妙なことを言って。いいな、元気で出るの。サビは大丈夫なんだけど、カゴの中鳥が鳴いて気づいたとか、めっちゃ低くない、このあたり。はあ、やっぱ藤原元ってすごいんだ、音域。高いのも出るし低いのも出るし。藤くんが作る曲そもそも難しくって、わかる、難しい。まず音がむずい、音の運びがむずい。いいなぁ、かさぶたぶたぶでさえ私は下のところが出ません。かさぶたぶたぶかさぶた、
作業をするって言ってたんだけど、結局作業せずに喋ってます今。まずい、1時にはね終わりにしないと配信自体を何もせずに夜になっちゃうから。少し気合を入れねばな。シータラさん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです、はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今低い声がもっとその求める瞬間だけでも出たらなっていう話をしてました。はじめまして、こんにちは、コメントありがとう。ドドド、ゆうゆうさんフォローありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。今お腹が空いてまして、こんにちは、仲良くしてください。こんにちは。でもみんなお昼ご飯済ませたの？終わり？あ、シータラさんのいいね、なんとかかんだか。どうしようかな、買いに外に出るか、家にあるものでどうにか頑張るか。腹がダメすぎて大丈夫、すずなちゃん出前、あ、出前最高、出前食べたい。出前食べたいってなんだ。うさぎもちさんほらありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。自分は今からかまちゅうさん何食べるの？麻婆春雨お昼。うん、しーたろさんお昼ご飯食べた？何食ったの私。待ってすずなちゃん覚えてない？そんなことないよね。お腹出前のせいでお腹痛くなった？自分食べました。何食べた？メイミーさん、ウリさんほらありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。ナナセさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こゆです。ナナセさん、お昼ご飯何食べた？麻婆春雨でやってほしいです。あ、かまちょさんは お昼ご飯何かわかんない人、まだここから、いや、まだ来てない。でも、あ、何来るの？そんな闇鍋みたいな頼み方したの？すずなちゃん、目玉焼き、かわいい。何個食べたらお腹いっぱいになるだろうか。こんにちは、あ、七瀬さんもまだお腹空いたよね。私はお腹が空きました。今日は麻婆豆腐か麻婆春雨か、選択肢増えちゃった。汁なし担々麺が食べたいです。七瀬さんのいいね、なんとかかんとか、わかんないですね。かまちゃさんは誰か作ってくれるの？お母さん、それとも一緒に住まわれている方などか、給食死ぬ。何頼んだんだろう、すずなちゃん。お子様の弁当と、あ、鶏肉いいね。鶏肉か。今食べたい鶏肉はね、今食べたい鶏肉ってなんだろう。なんかさ、よくわからないソースかかってる鶏肉好きなんだ私。甘いんだかしょっぱいんだかよくわかんないやつ。ちーたろさんフォローありがとう。改めまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。母ですね。あー、お母さん今日何作ってくれるのかな、いいな。実家に押しかけようかな。私もサラダうどんにしようと思ったけど高くてやめた。サラダうどん、なんかさ、サラダうどんとか具材が多いやつが高いのかな。妙に高いのあるよね、上に乗っかってるものが多いから。声めちゃタイプありがとう、嬉しい、とっても嬉しい。私残り物でチャーハンです。チャーハンもいいですね。チャーハン、この間私家でチャーハン作ったんだけどさ、形だけ立派でね、あのお米がもうそろそろお米なんとかしないとまずいと思って使ったお米だったから、お米があんまりいい状態じゃなくて、見た目だけすごい立派なチャーハンになりました。丸くしたの、ご飯をあのお椀に詰めて丸くしたのを、平たいでっかいお皿の真ん中にポンって置いて、見た目だけなんかカッコつけてた。さぞかしいお野菜使ってるんでしょうね。オーガニック無農薬、いい野菜で作ってるんでしょうね。サラダうどん、うどん食べたくなってきちゃった。ガストなんですけど、あ、ガストなの？ガストのテイクアウト好き、美味しい。何が好きだったっけな、なんかすごいね好きなテイクアウトあったの。
たずいぶん行ってないガストもファミレスにずっと行ってない。ファミレス行きたい。最近ちょっと一人でそういう場所に行きたい欲がちらほらちらほら出ている。魚介付き汁うどんが好きだったの、なくなっちゃったの、悲しい。なくなっちゃったの悲しいけど、その泣いてる顔文字かわいい。口ない。お椀に入れたチャーハンひっくり返ってスプーンに入れて一口で食べてたの待って、お椀に入れたご飯全部乗るスプーン持ってるのひく、それスプーンじゃなくてお玉じゃないの、スプーンなの本当に。これかわいいよね、ドコモみたいえ、かわいい、これかわいい。私もドコモする、かわいいドコモかわいい。ご辞書登録できないかな、あ、なんか今できないな私。ドコモかわいい、おひょともにドコモ。お皿に取ってつけてスプーンにしてるくらいの大きさ、めちゃでかスプーンじゃないお皿に取ってつけてスプーンにしてるの面白いな葵さん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。今ねお昼ご飯の話してる。葵さんも食べた？私は1時くらいには、ね、終わるので1時くらいにご飯食べれるかな。え、何もないんだった。こんゆ、葵さんのいいね、なんだかなんだか、え、なんかあったかな。結構なんかその日暮らししてるからさ意味が違うかもしんないけど、ただいま、あめちゃんおかえり。あめちゃんはご飯なんだった？お昼ご飯、お腹空いて何でも食べたいボットになってる今。昨日のピザの残り、わ、ピザもいいね、ピザいいね。なんだっけ、昨日か一昨日も、あ、ピザの話したね。アメちゃんがパイナップルピザって言ってたの覚えてる。アメちゃんパイナップルピザだったパイナップル、あ、お腹空いた。何も、私は家何が、ノットパイナップルか、残念。ピザもありだね。もうブレブレです、私の考えは。今家にねラザニアを作れるなんかやつがあるんだけど、ラザニアを作れるやつってなんかよくわかんない、インスタントラザニアみたいなやつがあって、アルミの入れ物とかチーズが何枚みたいなとか、ちょっとね工程が何個かあるインスタントのラザニアみたいなのがあってさ、それを料理を作るよりもね手が伸びないんだ、その行動に。私以外パイナップル食べないから、なかなか、そうなんだね、あめちゃんだけなんだ。ってなると、あれか、4種類ぐらいの味があるよっていう時ぐらいしか頼めないのかな。ピザ、クアトロしなきゃ、チーズ食べたい、結構チーズ食べたいかも。チーズってわけじゃないんだけど、あずきさんほらありがとう、よかったら枠にも遊びに来てください。麻婆豆腐、春雨、抜けてるよ、汁なし担々麺が、汁なし担々麺、チーズ、そうだ、チーズ食べたいかも長々するときは大抵お腹が空いてるし、
ご飯の話をいっぱいしている人は大抵お腹が空いていると思ってます。これは偏見。昼だからでね、食べてから始めたらいいのに。すぐ鳴ってる。どうしよう、今聞こえました？私は聞こえたお腹、自分のお腹の音、私は聞こえるに決まってるか。生野菜ばっか食べてるから聞こえぬ。もう一回お願いします任意で鳴らせるわけじゃない。食べてるからスーパー野菜人になりそう。金髪になる？逆立つ？ゲー。また来ますね、ゆきちゃん。皆さんおつゆです。るりさんまた来てね。おつゆ、またゆ。髪緑、あ、緑髪かも。あ、緑髪、野菜だからそうか。確かに。何色の野菜をいっぱい食べてるのかわからないけど、もしかしたら土みたいな色になるかもしれない。トマトと人参とブロッコリー食べてるから、そうなの。トマトと人参とブロッコリーか。トマトと人参とブロッコリー。今お腹の中でシチューかなんか作れるかなって思ったけど、トマトが入ってるから微妙なところだね。赤多めか。お腹の中身が空の時に腹式呼吸をする感じで動かしたらなりませんか？で、私腹式呼吸がさ、意識してやったことないんだけど、深呼吸みたいになっちゃう。深呼吸でいいの？うちの犬ブロッコリー好き。そうなの？ブロッコリー食べるんだ、ワンちゃん。かわいい。ブロッコリー美味しいよね。何かとブロッコリー入れたくなります。あ、ごめんなさい、無理に鳴らさないでいいですか、ガチャのアイスでもきっと私まず腹式呼吸をしっかり覚えるところからかも。篠田さん来てくれてありがとうございます。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです、はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今ね、お腹が空きすぎてちょっとお腹が鳴っています。篠田さんは何かお昼ご飯食べましたか？こう、私ヤリラフィーの意味全然わかんなくてさ、全然わかんなくて、頭が飛んでいる人のことを言っているんだと思っていた。息吸った時にお腹膨らんだら腹式呼吸でいい？これで OK？これから何食べますか？もうお腹が空いて、お腹が空いて、お腹空いてる時食べ物の話するとお腹鳴る。鼻で吸って口から吐く。直前にちっちゃい音でお腹鳴っちゃったから鳴らなかった鈴奈ちゃんいいね、ありがとう。鈴奈ちゃんの遅めのいいね。こういうパンチ、全治4ヶ月と3日と10時間。パリピの上位種だと思ってたヤリラフィー、なんか違うの？同義ではない？それは類義語ではない？別なのかな？何のいいねですか？うわあ間違っておっしゃったの？ほぼ同義かもね。なんか聞いた感じ、あ、もう変わんなそうな感じ。蛍光の靴履いてそう偏見だこれ。蛍光色の靴履いてそう。あのサッチルバッグじゃなくて、あの持ち手ないバッグ持ってそう。ショートケーキのイチゴぐらい楽しみに撮ってるのにいいねかわいい。イチゴ美味しいよね。水色のダメージ、そう、水色ダメージスキニーパンツにブランドものの、ブランドのロゴが結構はっきりわかる感じの帽子。形は問わない。バケットハットでもいいし、あの何キャップでもいいんだけど
調べてみた。ほぼ同義だった。やっぱ一緒。靴は小学校の男子が履いてそう。いや、小学生男子あんまり蛍光の靴履かなくない？多分大人寄りの方が履いてる気がするな。とか、陸上やってる人とかの靴って割とそういうの多くて、まあ、夜走ったりするから。私、子供の蛍光色の靴あんまりイメージないかも。子供は光る靴とかの方が、あの振動に応じて光るやつとかのイメージはある。俊足秋です。ほんで白のロンティこれまたなんかロゴがねついてるやつ。ピップ靴好きで、ピップ靴はあれ？お隣やつ？歩くとポーポーってやつ。そうそうそう、振動で光るやつは小さい子が履いてる。小さい子っていうか、うん、小学生とかが履いてるイメージがある。今すべて偏見で喋っています。私はピップなる靴、かわいい呼び方が。タクヤングさん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。こんにちは、はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。タクヤングさんのいいね、なんとかかんとか。今ね、ヤリラフィーの偏見の話していました。どんな人かよくわからないから偏見してました。はじめまして、コメントありがとう。友達にさ、ギャルがいるんだけど友達のね、ギャルがね、あの見知らぬじゃないな、なんかこうヤリラフィー判定をしたりしなかったりするから、それは一体何なの？ヤリラフィーって何？って聞いてたんだけど、全然よく分かんなくて、ヤリラフィーはヤリラフィーだよとしか教えてくれなくてさ、まあ、さほど興味もなかったか、調べてもいなかったんだけど、今やっとちゃんと知れた気がする。友人のギャルもファッションで生きてますね。うん、ファッションだね。ギャルはファッションだね。でも結構大変そうな時もある、ギャルギャルも大変だなって思う時もある。ギャル特有のマインドで語る友人、絶対楽しいやろな。なんか本当にね、なんだろう、別の次元に生きてるんじゃないかみたいな話とか飛び出てきて楽しいよ、ギャルの友達面白い。ギャル、心にギャルやオタクや武士は買わなきゃやってられん。でも友達のギャルと話してて思うのは、本当にギャルは別に一種類なわけじゃないから、全てのギャルがこう想像のギャルとは違うということね、をとても感じます。私も武士飼ってる。頭に、脳みそに武士がいると、いざという時に切腹する。ね、ちょっとお腹鳴っちゃった、ミュートしました。大きめだったので。うん、切腹で共感するのおかしいな代わりになんか声を上げてくれる脳内の武士はありがたいことに。仕事でミスした時は心のギャルに気持ちを預けるといいねまずね、いろんなギャルを学んで脳内に純度の高いギャルを買うと助けてもらえる、いざという時に。ララさん、フォローありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。フォングさん、何さんだろう。指ハートさん来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん。今夜です。 Thank you for coming my broadcast. I'm really glad that you came. My name is Yuki. Please call me Yuki. Nice to meet you. でも今日のアイメイク可愛いし、よくないいい、実際いい、みんな本当にそのマインドでいい、言ってほしいよね、そういうの。ギャル前向きになる言葉かけるの本当に上手。ポジティブなのがいい。そうなの、そうなんです。あとなんかギャルに肯定されたっていうのってさ、ただならぬ感覚だようん、
ちょっとね、なんだ、特殊な感覚に陥るよ。人間として全肯定されてる気分に、あ、気分に陥る。いや、そんなことはないんだけど、人間として全肯定とまではいかないけど、なんかシャッってなるなんだこの感覚は。誰に褒められてもそうなんだけどね。なんかちょっとね、ファッション分けてもらえる感覚。ギャルそういう嘘つかない。そこがね、大きいかもしれない。本当に素直な人たちが多いから、なんか変な嘘つかないし、嘘つけない人が多いイメージがあって。私の友達もそんなタイプなんだけど、そうだから褒めないときは本当に褒めないし、褒めるときは本気なんだなって分かるっていうか。アメリさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。アメリさんのいいね、なんとかかんとか。今ギャルの話してます。ギャルマインド、逃げ場のなさを感じるそんな追い詰められてるギャルに経験ありですか。こんゆ挨拶ありがとう。ギャルとして進化する人は素直ポイント高いのよね、多分。そうね、かなり、うん、素直な人が多いけど、それのみではギャルにならないかも。結構闇抱えも多いと思うこれ偏見かも。お昼いってらっしゃい、ときてさん。パーマン、え、バーマンって何、バーマンなの。ときてさん今気づいた。いってらっしゃい。ギャルさん会ったことないや。なんかほんでは気のいい人が多いよ。猫のバーマンです。初めて聞いた、バーマン。そんな猫ちゃんがいるのね。一属性で全ては語れないから、そう、その人を彩る要素の一端に過ぎないのです、ギャルなどという記号は実際あって、なんかさ、あれだよね、お姉とか、お姉の方とかもよく誤解されてるイメージある、そういうの。おかまこうであれみたいなさ。つーちゃんさん、ほら、ありがとうございます。よかったら枠にも遊びに来てください。でもそれが、あの、記号として機能するぐらいには似通うところがあるんだから面白いよね。話しかけても優しく返してくれそうなイメージ。うん、優しい人は本当にそう、気のいい子たちが、ノリがいい気のいい子たちが多いけど、私のね、友達のね、ギャルはね、割とね、あの、あれだった、きっちり分けてるタイプだった。その、なんだ、仲良しと仲良し以外で別に気はいい、誰に対しても気はいいんだけど、すごいはっきり分けてました。迷惑さんこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。寝てないよ。姉ももはずっと起きてます。やっぱ7時間は本格睡眠だった。俺がギャルへの理解度が低いせいで、1単語でカバーする範囲が広すぎる確かに、知らなければ知らないほど記号として機能する感じある。そういうもんよね。だからこう〇〇なのにとか、そういうことも起こりうるんだろうな。この人〇〇なのに〇〇してるってやつ。あんまり属性に期待しない方がいいと思っている、私は。昔ギャルの話してたのにどこに着地点がおかしいかも。誰の話、え、ギャルの話してる今ギャルの話をしておりますよ。なんでそうなったんだっけ。不特定ギャル、そうギャルという単語について話してるかも、もうすでに。この人小説家なのに人格クズじゃないすごい広いね。でもそんな感じよね。この職してるのにこんな、そんなわけないみたいな。バンドマンなのに浮気しないとか、ああ、いいかもそれすごい偏見だな。でも偏見だけど偏見じゃないみたいな、苦しい
肩はめだわ。わかりやすい例え、こうわかりやすいって思われるぐらいバンドマンってそういう印象がついてるんだなっていうのが再認識できるの面白いな。ド偏見なんですけどね、これバンドマンだって浮気しない人ぐらいいてくれ願っちまうよ。いや、いるよ、いるいる。でもそれを差し置いても、いや、あの人だけは絶対に違うんだよねっていう言葉は信用できない。いや、みんなはそうかもしれないけど、あの人だけは違うんだよねっていう言葉ってあんま信用できないよね。その信念でいいのかってなるときある。悪いイメージって色濃く残るよね。やっぱ悪い方が残っちゃうからって思うと、ギャルの印象すごいよね。明るいイメージ強い気がする。はるかさん来てくれてありがとうございます。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、甘川ゆきと申します。今ずっと偏見で喋ってます。ギャルの偏見、バンドマンの偏見みたいな。特定を作りたいだけの希望的観測を抱いてはならない。あの人だけは違う、もう結構危険思想、危険思想だよね。ギャルはみんなを元気にするからね。そしてそのみんなを元気にしてくれるギャルを、ギャルはすごく広まる。やっぱ元気にしてほしいもの。こんにちは、挨拶ありがとう。リンさんほらありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。というところで、もう1時になるんだよね。1時くらいに終わりにして、ご飯を食べていろいろしないといけないんだけど、そしてそのギャルに貢ぎ物え、なんでなんでどっからそうなった、つながりが見当たらない。ゆめさんフォローありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。お昼の時間帯って枠外フォロー多いんだね。こないだもそうだったけど、終わる、うん、そろそろおしまいにしようかなと思ってますよ。あがめよ、ギャルをだんだんその貢ぎ物が供物に変わっていくやつだ。残念。え、そんなこと言ってくれるんですか、篠田さん、ありがとうなんか嬉しい、うん、ちょろちょろだから、じゃあもうちょっと話しちゃおうかなって思っちゃう。無理な偶像崇拝はコンテンツを先細りさせる。わかる、わかるでいいのかなわかるでいいのかしら。コンテンツ先細り、そう、なんか元の話題にちょっと帰ってきた感じある。先細りしていくよね。歌上手だから聞きに来て、あ、ありがとう。そんなこと言ってくれて、オリシーさん、サトニャンさん、こんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。今偏見でずっと喋ってたよ、ギャル偏見喋ってた。ご飯食べといでご飯食べるか、お腹鳴ってるしさ、また遊びに来てくれるかしら。2日目のおはようございます。2回目かな。おはよう、さとにゃんさん、寝た。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK、 金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。コンテンツ先細りって別に悪いことじゃなくて循環だと思うんだよね。早めることないよね。悲しいけどね、早めなくていいね。早めなくて悲しいから、できるだけ細くてもいいから長くあってほしいよね。ありがとう、流星群流れかも。え、これあれかな、ね、待って、そう、ね、やっぱりそうだよね。ごめんなさい。私さ、今思った、これやっぱ残ってるんだ。保健室で休んでる感じになれて助かる。あ、本当よかった。お腹どう。篠田さん、フォローありがとう。改めまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛の甘川ゆきと申します。やったね、また遊びに来てくれるよってことだ。さとにゃんさん、流星がアメリさんの流れかもめ、ありがとう。いや、そう、私さっきアップでしたの、リアリティをさっきアップでして、あの欲しいものを設定しましょうみたいなやつがさあったからさ、あのこれってどんなものでも入れられるのかなと思って全部埋めてみたんだけど、なんか配信の開始画面で設定できたから、一回消したの、配信開始画面を。で消えた消えたと思って
配信始めてたんだけど、これ消えないんだね。多分残って、これ今見れる。そうだよね、残ってるんだよね。ごめんなさい。よかった。最初さ、やってる時にさ、ガチャチケも入れれたから、ガチャチケも入れれる、面白いって思ったけど、他のも見ようと思ってガチャチケのとこ変えてたんだよね。すいません。欲しいものギフト、でも確かにちょっと自分の好きなねギフトを入れた、可愛いから並んでると可愛いから。ゆき今日も可愛いな。マリーさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんゆです。こんゆこんゆ、今日も可愛い、ありがとう。今偏見で話してた。今日はどんどん痛くなる胃腸炎、大丈夫すなちゃん。日曜子連れ炎天下、え外、え今、あいたの、あれか、行くってなったらってことだよね。ちょっと本当にさ、本当に厳しかったら救急車を呼んでもいいんだよと思う。大丈夫、動けないぐらいなら。みなみさんほらありがとう、よかったら枠にも遊びに来てください。お前はもう小さい箱に収まらないぐらいですねいつものだ、マリーさんの。託児施設基本休み日曜日だからね。日曜日か、日曜日の託児きついね。うーそっか、どうしたらいいんだ。なゆたさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。なゆたさんのいいね、なんとかかんとか。しかし何、こんにちは、なゆたさん。ギャルの偏見喋ってた、さっきまで。可愛さが足らないぜ、可愛さが足らないあ、今言おうと思ったのに、じゃあマリーさんが可愛くしてくれるのって。ありがとう、ほっぺハートもらっちゃった、本当に本当にしてくれちゃった。今日のコーデが可愛いでしょ。これ足変になるのだ、可愛いでしょほっぺハート、ありがとう。マリーさんいつも言ってくれてる褒め言葉だな。お、今日は違うな、パターンがね違った今日。うん、何ですかその運は、何の運ですか。あゆきちゃん海賊船のドレス、そうそうなの、そうなの。ちょっとドレスじゃーん。これユニコーンのね髪型に合わせたかったんだよ。今日のね朝出ました、いただいたチケットで。キュウリさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。いろち、さだなちゃん何色なの。毎回同じじゃ刺激じゃないよ。確かに今日ね刺激の話もしましたね。初見です、はじめまして、コメントありがとう。お昼ご飯の話とギャル偏見の話をして、今衣装を見せています。あ、耳がなんで普通の人間の耳なんだろう。へへへへへ、かわいいでしょこれかわいいでしょ。リンジさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんゆです。リンジさんのいいね、なんとかかんとか。アップさんも来てくれてありがとう。こんにちは、ゆきちゃん、こんゆです。これさ、後ろこの背景合うなと思ってこれにしたけどさ、これはねスクリーンショットでも載せましたので、合いますか。私もう一個きっと合うだろうなっていうのが、あ、そう、これよね、ここ絶対合うよね。水いほ、水いぼみたいになった、水色すなちゃん水色なんだ、いいね。今回このドレス、だいたいどれでも可愛いから、そんなどれでも可愛い中でね、私のカラーです、薄紫ふふん。黒と薄紫を狙っていたので、とても嬉しい。こんにちは、お姫様だ、かわいい。本当にこれお姫様だよね。ちょ、下床が違ったけど、これじゃなかったな、かわいい。この裾がかわいい、テレサみたい、お化けのこの部分、このさ揺れ方見て見て、この裾の揺れ方すっごいかわいい。
お腹鳴る。間違えた。ミュート取る解除しようと思って少し取っちゃった。かわいい。あいえ、あいえさん来てくれてありがとうございます。こんにちは、ゆきちゃん。こんゆです。はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。今ちょっとまた衣装を見せていました。色味もふんわり感も、裾の揺れ方エレガント、本当にかわいいこのドレス。ごきげんよう。ご丁寧なご挨拶ありがとうございます。ごきげんよう、天川ゆきです。なんか この妹たち合いそうな気がするな。あ、足がなんか探偵だった今。タカさんこんにちは、来てくれてありがとう。こういうです。1時過ぎてる全然。篠田さんにあれだけ終わるみたいなこと言っておいて、高橋さんのいいね、なんとかなんとか今日のね朝に早朝に出た衣装をお披露目しておりましたが、そろそろ終わりにしてご飯を食べに行こうと思いますよ。皆さんおしゃべりにお付き合いしてくれて本当にありがとうございました。お疲れ様です。またね、今日はちょっと配信できるかどうかわかんないんだけど、夜は、もし今日はなかったら明日の配信でね、またお会いできたらなと思います。雪姫プリンセスです。お腹いっぱい食べてきてありがとう。助かってます。それ似合いますね。やったね。私のカラーは薄紫です。よろしくお願いします。夜はゆっくりお休みください。いや、夜やることが詰まってるから結局お休みしないから、もしかしたらすごい元気かもしれません。その時はね、またお時間あればお付き合いください。ないかな。ピクイン、ありがとう。ひーくんの、あれ、違う、遅いね。こういうパンチ、全治6ヶ月と12日、休めないんか。休まなそう。でも今日のこの感じ、夜眠くなるよね。困ったな。全治4年、すごい見積もり、明治4年。恥の味がする。なんだ恥の味って。じゃあ皆様、よければ最後にお疲れゆきちゃんのおつゆを一緒にお願いいたします。今日も来てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れゆきちゃん、おつゆです。迷惑さん、ちょっとギリギリすぎるけど、こういうパッチ。迷惑さんは全治9ヶ月。おつゆ篠田さん、おつゆありがとう。あめちゃん、おつゆありがとう。ポリシーさん、おつゆありがとう。高橋さん、おつゆありがとう。迷惑さん、おつゆありがとう。あきちゃん、おつゆありがとう。アメリさん、おつゆありがとう。だるまさん、おつゆありがとう。すずなちゃん、おつゆありがとう。ひーくん、おつゆありがとう。皆様、またね。おしゃべり楽しかった。ありがとう。あ、すごい、なんか、なんだ、身分が良さそうな感じに見えるこのこのおててフリーモートと合わせると。外に朝もおつゆありがとう。ゆっくり休んでねー。